ウィンのファンの方々のためにちょっとどういう状況なのかというのをご説明したいなと。前回のあっちゃんではない慎吾とのウィンウィンウィンなんですけども、非常に好評を博しまして、やっぱ好評だったので、もう一度慎吾でやりたいなということに一旦なったんですけども、パセン。すいません、申し訳ありません。進行は無理になりました。ウィンウィンウィンのスポンサーの方々、要はいわゆる、宮迫ですチャンネルのスポンサーの方々と、やっぱスポンサーバッティングというのがありまして、それがもう非常に一番厳しいとこなんです。同じその飲料系のスポンサーは一緒にはできないとか、物理的にもうちょっと無理だなということで、ある方にそのプレゼン MC をお願いしようかなと。お願いしに行くために、その人の家に凸しに行きました。あ、すいません、師匠。師匠ありがとうございます。師匠、すいません。ありがとうございます。師匠、すごいところに住んでらっしゃいますね。いっぱい書いてる、見て、ちょっと、いっぱい書いてる。もうちょっと、ちょっと、脱いで。この技をずっと伝承していかないとダメなので。もっとでかいことがあるんですよ。でかいことしなんすこれもか。マジで、マジのお願いなんです。なんですか。で、これいが、やいや、怖い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 です。マジなお願いとか嫌です、嫌です。営業行かないです。僕営業とか行かないです。何の営業ですか。以上。はい。営業じゃないです。ウィンウィンウィン。ウィンウィンウィンで、あれ、本当ありがとうございます。司会やってください。司会。司会。司会。本当は藤森君にもう一度頼みたかったんです。もう一度司会というのは非常に難しいと。なるほど。泣く泣くしゃあないな。じゃあ誰なんだろう。そうか、山さん。お話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。